ございますって。はい、始まった。おはようございます。はい、じゃあ4月1回目、3TV ランキングバトル、じゃあ始めたいかなと。バーチャ2の隣の台で、はい、のじ合い形式で進めていきたいと思います。じゃあ、50円実費で、お願いします。じゃあいきますよ。 3TV ランキングバトル4月1回目始めたいと思います。誰だっけ、ワンピ立つ年、スーピー側が、NAK ということで、今日初参戦となってます。立つ年サラ、そして NAK は何使うんだ、ウルフ でその後渦巻さん、結城浜子予作モサリ名人笠原と続きます。呼び出すんで、はい、いない人飛ばしてるからね。さあ、じゃあまずはショートレンジタック、ワンツー当てて、テイクドロップは軸移動、避けていく、サイドキックから下段パンチ、ショートレンジ膝バキッ、3段入って起き上がり、いや膝返してダウン1バックステップで、おっと負けるの浴びせ蹴り、さあここはお見合いから膝蹴りカウンターでヒット、しかしアンジュレーション連続技がなかった、おっとジャックパンチ、ここはまずは NAK 一本選手、さあショートレンジタックル膝、ナイスな3段ですね。なかなか NAK さんやりますね、連続技知ってる感じ。おっとまずいダメ端、ここは軸移動、TP 返すがジャックパンチ、サイドキック当てていく、あーまずい、あいやー早かった、サラが一瞬早かった。さあタッソシ大きい蹴り避けて、さあ2段蹴り、さあまずは開幕軸移動、そのままフロントスプレックス1-1、なかなかいい勝負ですね。おいち、さあタッソシ有利、負けんの避けて、ここは投げられる、 SSD か、 SSD だ、そして引き起こし、どうする、負けんのだった、浴びせ蹴り、待つ、ダブってレッグスライサー、しゃがみ投げは軸移動、避けていくがハイキック一戦、パーソシーリーチー、あーサマースカ角おいしくいただきました。ここは NAK のジャイス、もう一丁ブレンバスター減るね、起き上がり、あっとヘッドスプリングで立ち上がる、エルボーからボディブロー、ケナンキック三段蹴り、追い打ちまで入る、まだ生きてる、あっとおきげり、ダブルリーチ。バーチャルファイター 3DB ランキングバトルは、のじ合い形式で行う、試合となっております。勝った方はそのまま席に、残っていただいて、呼び出したプレイヤーが、乱入していくというスタイルになっていると。さあ今 NAK、 今日はおブレバサー勝者 NAK、 じゃあ NAK さんそのまま、渦巻選手、じゃあワンピー側に50円入れて乱入してください。でステージはランダムってなってます。ランダムになってます。今日はステージランダムになっておりますので、はい、です運が悪い場合もあるかもしれませんということで、じゃあワンピー側渦巻ジェフリー、さあファイト1レディー、ここもリングアウトがあるステージとなっております。さあまずはエルボー、下段キック、しゃがみガードから膝蹴り、肘で返していく、このジェフリーの、ショートレンジのあの膝蹴り、はい、立った状態での膝蹴り、あれ強いよね、はいはい、後ろ系ですね、後ろ系、あれ肘と同じスピードで、肘と同じスピードで出せる膝蹴り、はい、あれをメインに使っていく感じ、あれメインですね、中段だと。さあ捕まえてリフトからの投げ、一本選手は渦巻で、あれまあ割と、果敢もなく、あ、果敢もない、果敢もないっていうか、その後、連続攻撃で P が出るんですよ。なるほどね、一応投げ角、投げ角、一応投げ角なんですけど、あ、投げ角なんですね、一応発生があるから、まあ攻めにくいみたいな、攻めにくいということで、まあじゃあ攻めの軸になる。おっとテイクドロップ、ナイスガード、ここは喧嘩キック返していくが、おぎえり1-1、さあジェフリー立ち上げて、ね、そのまま追い打ち、下段置き蹴り、さあ一旦バックステップで様子見る、両者あの膝蹴りですね、ワンパンからおっと投げてなかったか、どうだ、ピービの殴り合いから SSE バコ、なんかバーチャワン3つ付けてると、ああこれでスプラッシュ確定じゃんって思ってるよ、ね、おっとしゃがみ投げ一戦、ダブルアームのスプレックス、エルボー、さあ NAK リーチ、もうバーチャワンやりすぎて早いもんね、早い3TV なんでこんな滑らかなんだ、なんでこんな滑らかなんだよみたいな、カクカクしてねえよ、カクカクしてねえよと、今バーチャワンが俺と八丁堀の中で密かなブームになっているという、おいち起き上がり、
さあ NAK ここはしゃがみパンチで止めていく。テイクドロップ潰されて、あおおそのままスパイン投げつかったところにジャイス美味しくいただきました。まだ生きてるまだ生きてる、あー先頭外して経過キックダブルリーチ。今ミカドワンツースリー TV、 ワンツースリー TV が揃っております、はい、先ほどまで全てフル稼働という見たことない、光景が見れてすごい幸せでした。さあボディスラム1000エルボー。さあまずは NAK が体力リード、ワンパン何を狙う、膝蹴りこれですね。あ今ミスったか、 あとゲナパチテイクドロップ潰して、ワンパン、あっゲンのナイスカード、おーやりたいことは分かった、お互いの熱意は伝わったそしてアッパー渦巻勝利。じゃあ渦巻選手そのままでお願いします。はい、ゆうきさんいる、ゆうきさんいない、いない、浜子じゃあ浜子2ピガじゃあお願いします。てかワンツーがだいぶ人気、うん、ワンツーすごい人気ですよ。帝に夜遊びに来てください、ぜひ対戦相手こと書かないと思います、毎日のように対戦相手います。はい、というわけで浜子オリオンが 2P 側、はい、さあ喧嘩キックリオンをダウンしていく、おっと左下げ、ここで追い打ち仕掛けていく浜子。さあ浜子は結婚待たなしということで、本当ですかね。え、なんすかそれ。いや、エイプリルフールですね、書いてたんで。あ、結婚待た、あ、エイプリルフールですね。本当かどうか分かりませんが、パワーボムが入りました。はい、一本選手は渦巻き。エイプリルフールでね、なんか紛らわしいこと書くやつダメですよね。さあ今日誕生日なんだとかダメですよね。今度結婚しますとか、ね、甘いですよね、もっと投げ抜け、ここ抜けていく浜子、下段キック投げは通らずバックフィリップ当てていく、危ねっサイドキック下段パンチで潰していく、ジグイドからラッパー、ワッパー追い打ち、下段ガード、あっと熱意は伝わる感じ、暴れてたけど暴れ下段どうする、おーっと、伝家の方向、いいですね、バーチャワンムーブ、バーチャワンムーブでしたね。下段パンチが試される。さあここはハムコ、まずはファーストアタック取っていく。さあリーチしているのは渦巻選手と、さあ下段下段危ない、起き上がりから喧嘩キック追い打ちまでワンセット、追い蹴りバックステップで受けて、いや先に投げるのハムコ追い打ち、あ外したやばい、これは大変なことになる、大変な暴れまくる両者、大きい蹴りからの投げ、通常投げ、さあ浜子やれるのか、浜子やれるのか、やれるのか、あーやれなかった、勝者渦巻き、予策いない、予策いないね、モサリ、モサリ選手いる、いない、モサリいない、いない、笠原さん、笠原選手、名人笠原、名人笠原選手、あとは違うのか、じゃあいない、片始め選手いる、片始め選手いない、いない、仏像仮面は今日来てない、仏像仮面いない、クデはいる、クデいる、クデいないな、いなそうだな、仏像仮面そろそろ子供が生まれます、4126いる、4141いない、41いない、クデいない、41いない、なめ猫いない、タケヤンいる、いそうでいない、いそうでいない、ガロボいそうでいない、マグロ選手出番です。じゃあマグロ選手、ワンピー側じゃねえや、ごめん、ツーピー側に乱入してきてくれ、くれ、それはエイプリルフールじゃないですよね、コーリーさんは、コーリーはエイプリルじゃないですね、コーリーはエイプリルじゃないです。さあ 2P 側、今日はマグロ選手はサラを使っていく。さあ投げ対打撃ということで、ここは注目していきたいところ。こういうどうなの、ジェフリーで戦うときにこういう手数の多いキャラクター相手にするときってどうするの。結局このゲーム全般的に我慢ゲームじゃないですか、各班狙っていく感じ、各班狙ってって、あまあいつか、自分のターンが来ることを待って、まあ、投げる限り大きいダメージを与えていく、例えばこれですね、こういうことですね、例えばこれですね、スプラッシュ、そしてでその後に踏んでいく、起き上がり、あっとフロントスプレックス、ここはマグロ一本選手、
まあ今分かりやすかったですね、オートレックスライサー、あ今みたいな時にチャンス逃さないように、まあ、そうこういうチャンスですね。さあもう一丁スプラッシュ、ピーカルのスプラッシュ、バーチャワンムーブ、バーチャワンムーブですね、応用は効くということで、応用は効きます。かつて女子プロの、おっとここは膝切り、バキ投げが入る、起き上がり、チャランボ、サッカーボールキックからアウト、ここは投げ返していく、危ない。さあヒールキックが入って、マグロ選手がリーチ、久しぶりに来ましたねマグロさん。そうね、キャラランク的にサラとジェフリーはどっちなんですかね。俺ジェフリーだと思うんですよね。ジェフリーの方が強いですかね。さあ投げせる、あの結局バーチャなんで、そうですね、まあ読み合いですからね、ドガーン一本取り返す。結局バーチャってあれじゃないですか、あのパイロット性能がものを言うゲームじゃないですか。まあそうなんでね、あんまり関係ないのかなって気がしますけどね。だってあのフレームだけ見ると最弱のシュンですら、ね、シュが使うと強いですからね。さあその辺はやっぱり読み合いということになっております、最終的にはね。さあバックリップ投げていく渦巻選手、お中段入った、サッカーボールワンセット。さあここ、いけるか、バーチャワンムーブいけるか、いけるか、どうだ。いやさあ対岸はしないよ。さあどうする、サラあと4秒、ローキック中段、もう一丁、下段のレッグスライサー、素晴らしいバーチャワンムーブ、マグロお見事。なるなる、いる、なる今日いなかった、いなかったような気がするな。なるいないな、イデア選手、イデアいない、いたような気がする、あいた、あいた。じゃあイデアワンピー側に、あのウルフに、ウルフじゃねえや、サラに乱入してください。天神、天神いない、いない、天神選手、BAD、バッド、でワンピー側、イデア君の、影、次、ニピオですね、ニピオ選手、あ、いたな、そうです、じゃあ、ニピオ君、用意、よろしくお願いします。さあ、今日はイデアは影を選択した、あ、いつも影か、いつも影。さあ、マグロマン対、マグロ選手対イデア選手と。さあまで中段投げていくが、ここはクロックヘッドスターズ投げていく。さあここはあのこれ図書館と呼ばれているあのステージ、ここなんか戦いづらそうですよね、さあ結構このねアンジュレーションで下を取るか上を取るかみたいな、 そんなところです、まあ、バーチャファイター3のみ、3TV のみが、あるこの要素アンジュレーション、基本的には下の、下有利と言われてるんですけれども、ね、まああれですからね、下にいれば下段食らわないですからね。さあバックドロップ、珍しい背後投げということで、わあ中段から踏みつけ、サラがナイスな攻めを見せて1-1、マグロ選手1本取り返す。さあもう一度中段から追い打ち、さあ起き上がり、起き切りガードされて膝蹴りバキ投げが入る。さあイデアどうする、うまい、おきりレッグスライサーダウンはしない、うわバカな膝。さあ素晴らしい、サラ追い込んです、リーチ。さあ上段マシゲリレッグスライサー、ここは透かしていく、しかしエスケープから投げ、うまい攻めを見せるマグロ選手。さあフロントネックブリーカー投げが入るぞ。さあイデア何かスカカクを狙っていきたいところ、ワンパンダウンを奪う、もう一度軸移動、避けて膝、あ肘、コンボはネックブリカーで返していく、あーまた対価をもらう、まずい、膝が、サッカーボールキック入ってマグロ勝利、お見事。BAD いないから2ピオだった、じゃあ2ピオ選手、2ピオ選手はあの基本的に鉄拳勢ということで 3D 格闘ゲームに関しては、まあ、戦い慣れてると思われるんですが、バーチャファイター 3TV ではどうか、2ピオ、ワンピガは、アキラ、ここは通称州の家と呼ばれているステージになっていて、フツはいるかな、フツいる、フツいない、フツいないっぽいな。さあじゃあ次エアガイツカメンです、エアガイツ、あ、エアガイツカメン今日いるんだ。さあ、まあ、バン止めてリモチョチュ、しかし PK で返されてサッカーボールキック、2ピオ下側からタックル、サンダー決める、うまい、出せるじゃん、あー下段パチ、このゲームは下段パチ、下 P に始まり下 P に終わるバーチャルファイターということで、さあ踏みつけ、起き上がりヒールキック、当てていく、さあ2ピオどうする、軸移動、読まれて投げが入る、起き上がり、さあ下段から攻めたいか、リモン、もう一度ガードして半角、そんな技あった。さ
さあマグロ選手今日はでもいいサラ動きですね。素晴らしい。強いです。強いですね。これはさあ崩しから、あ今入れたかったですね3段。エルボー。エルボーが入ったぞ。起き上がりジーク移動。しかし投げていったのは、ニピオ。ニピオ。あっ食らっちゃった。起き上がりリボン読まれた。膝蹴り。サーバー。さあ2秒。流れのか。あダメだ。逆水平。入ってしまってサラ勝利。さあ野外つかめんです。野外つかめ乱入をお願いします。ファイト1レディーゴー。さあエアガイツ仮面といえばエアガイツの世界チャンプにして、噂では鉄拳界で有名な某青木選手でないかと言われているプレイヤーということで、 3D 格闘ゲームバーチャファイターではどのような立ち回りを見せていくのか注目していきたいところ。今日使うのはジェフリー。しかしマグロがまずはフロントスプレックス投げ勝っていく。中段レッグスライサー膝読んでエルボー。今日はちょマグロさん結構読みがいいですね。エスケープの使いどころが非常にうまい。みんなも真似してみてください。いやースプラッシュ入った。どうだ逆転できるか微妙なところ。ワンパン逆転。あーレッグスライサーまだ大丈夫イージー。最後に勝負強かったのはマグロ選手。一本選手アッパーからローキックヒールキックで返していく。追い打ち残念。あっ膝蹴り。さあここはダウン追い打ちショーダウン。おっとブルドッグ投げちゃうか。ブルドッキングなヘッドロックを見せていく。さあ体を入れ替えて投げ。ここは読まれた。膝蹴りが入る。エアガイスカメレッグスライサー投げていく。スラッシュマウンテン。死んだかどうだ。1-1投げ勝っていく。エアガイスカメ1-1。さあお互いちょっと様子見から、いや投げていくのはマグロ選手。もう一度、いや、ひじアッパー、ヒールキックで返して、追い打ち、いい殴り合い、投げ勝っていくのは、エアガイスカメン、ほい、ボン、リフトアップからのスロー、さあ、ここはお見合いから、ヒールキック、ひじ、投げ、うまい、矢継ぎ早の攻撃、マグロ選手、リーチ、ローキック、膝、追い打ち、最初は、ファーストアタックは、エアガイスカメンが取っていくが、あとはない、起き上がり、うまい。ワンツーコンボエルボー。もらってしまった。おぎり喧嘩キック破られて、おうまい2段追い打ちいったか。どうだ。ローが入ってヤガイス仮面ダブルリーチ。まだまだ負けてない。 3D 格闘ゲームさまざまやっているヤガイス仮面です。バーチャンファイターでも強さを見せていきたいところ。追い打ち起き上がり投げ勝っていくバックリップ。さあどうなるか。おおスプラッシュ。これは画面逆転か。死んだか。残るマグロ選手のまだ残ってる。ヒールイージー。さあダブルジョイント半角もらってやがいすかめ勝利。じゃあ次みーちゃんですね。みーちゃん選手いる。みーちゃん選手いないっぽい。みーちゃんいるいるいるあいるいる。よかった。じゃあみーちゃん選手やがいつかめに乱入して鉄拳でやれみたいなカードになってますけど、はい、大丈夫ですか。鉄拳はバーチャーファイター2になりました。そうですね、はい、というわけで両者は共に鉄拳勢みたいな感じになっていますが、1ピゴはエアガイスカメン、2ピゴはみーちゃんジャッキー。さあ噂される青木選手なのか、1ピゴはエアガイスカメンということで、さあまずはみーちゃんがエルボースピン当てて追い打ち、ファーストアタック取っていく。かかと落としから追い打ち、起き上がり、さあ軸移動で様子見、うまい、エルボースピンキック。肘が当たればキックまで確定する。おっと膝蹴り。まずは中段膝蹴り一戦。みーちゃん一歩選手。さあ軸足を、変えるっていうね、ことがジャッキーはできるんですよね。さあ肘どうだ投げ、まあ、パン下段から変化キックで追い打ち。さあ近寄って投げ、アッパーでカウンター、ワンツースリーと連続当たっていくのやばいですかね。下段大きい。おっガオシャ。違う。いや惜しい。それは違う。コマンドミスたか。エアガイスカメン。DP 入ってみーちゃんがリーチ。さあ裏剣が入った。膝二段はつながらず、エルボスピンキックで返していくみーちゃん。さあ起き上がり、みーちゃんが軸移動から、いや膝蹴り、エアガイスカメンが打ち勝っていく。起き上がりワンパン返して軸移動を、織り交ぜて、エアガイスカメン我慢の時下段ガード。この後が欲しい。残念みーちゃんさんだぜ。お見事。
じゃあ八丁ランニングお願いします。さあ、じゃあ今日は身内勢の八丁堀が、ワンピー側に入ります。みーちゃん VS 八丁堀ということで、八丁堀が使うのはジェフリーとなっておりますね。さあ八丁、ここのところバーチャワンばっかりやっていたので 3DB どうでしょうか。さあ大き攻め、大き上がり、ここは喧嘩キック当てていく、また大き上がり、うまい、大き蹴りを潰していく、喧嘩キック八丁堀。さあここは投げ勝っていくな、みーちゃん通常投げノーザンライトフォーム。さあ様子見、どこで動く、ダッシュアッパーキックラ、追い打ち、下段すかして、もう一回通常投げ、みーちゃんは一本選手。じりじりとした睨み合いか、肘ワンパンで膝潰してエルボスピン、追い打ち、大きい蹴り、変化キックからダウン、ダウン追い打ち、もう一度、さあ軸移動、大きい蹴りからエルボスピン、当たっちゃった、追い打ちからって投げるか、いや膝蹴り、先ほど使いやすいと言っていた後ろ蹴、膝蹴りを当てていく、八丁堀一一ロキック投げ、狙いたいがレッグスライサー、ナイスガード、どうだ、あっ膝、カウンターではないですけどね、入りました。ワンパンから肘ダッシュアンマー、そのまま打ち、兄ちゃんが打撃で打ち勝っていく感じか、スラント、いやサイドキック、兄ちゃんリーチ、ワンパン、八丁堀の打撃を止めていく感じ、さあエルボスピン、さあ体力大幅リード、八丁堀どうする、あーエクセレント、みーちゃん勝利、お見事。ファイト1レディーゴー。レシオ選手いる、レシオ選手いる、レシオくんいない、じゃあカナディアンマンいる、カナディアンマン、カナディはいる、カナディアンマンいる、さっき見たような気がするな、あじゃあカナディアンマン、みーちゃんに乱入してください。やばい、バーチャワンより遅く感じるこのゲーム、マジでそれはやばいな。バーチャワンが30フレームだとするとこのゲームは60フレーム出てると思うんですよ。というわけでカナディアンマンが使うのは、青いですね、青い、割と青いで 3TV ってそこまで強くないんですよね。そんな強くないですね、だから、まあ、結局読み合い打ち勝っていかないといけないというところで、茨の道か、カナディアンマンの青い、おっとスランドガード、水面水面蹴り当てていって追い打ち、シュン・リオン・アオイみたいな、その三尺みたいな、三尺みたいな感じで、はい、まあ、とはいえね、うまい使い手はね、いくらでもいますからね。さあ投げせる、さあ追い打ち、下段読み勝っていく、追い打ち、残り4秒、3秒、どうだ、中段から追い打ち、カナディアンマン一歩前進。ジャッキーは逆に上位キャラということでね、ここはちょっと慎重に立ち回りたいところですね、アオイ。さあ起き上がり、肘肘、そして投げ、しっかりタクをかけていくのはみーちゃん、ワンツー PP かな、逆水平で止めるけど押し込んでくるな、ジャッキー投げ、スカッタサイドキック、ゲーダン、もう一度当て、追い打ち、ゲーダンキック、サイドキックで潰して、あーっとサイドキック、中段中段。さあまずはビートナックルガードしていく、肘中段返して、あーゲーダンガード、ジャンプパンチ当たらなかった、エロスイン使った、しかし投げは届かない、緊張感ある攻防を見せる両者。さあ水面蹴り、試合が動くか、カナディアンマン下段ガード、そして投げる、バキ追い打ちまでワンセット、体力リード、ワンパンダッシュアンマン切り替えて追い打ち、さあ起き上がり下段パンチ肘、しかしここは水面蹴り、ああ入んなかった、タイムが0秒、ここはタイムオーバー、カナディアンマンリーチ。さあ肘追い打ち、ワンセットで合っていく、さあみーちゃんは飛ばないぞ、肘肘、さあすかして下段の二段蹴り、肘からあーエルボスピン、殿下の宝刀、エルボスピンキックが入る、起き上がり下段パチ、微妙な距離感、肘肘、そして肘、いやらしい、ある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 んだよ、あるんだよ、投稿肘から肘入れの肘ちょっとディレイして肘ちょっとディレイして肘。さあここはみーちゃんのいやらしい攻め、しかしミドルからミドル、ミドバックル、裏剣サッカーボールキック、体力リードはみーちゃん、あーダッシュオーバー、それはまずい、バイダウンが減らない減らない、ああ水面蹴りから追い打ち、まだ諦めてない、
ッキーなパンチ、いやローキック、みーちゃん勝利おめでとう。今日みーちゃん冴えてますね。冴えてますね、強いですね。マサオ、マサオいる、マサオ、マサオいない、マインさん、マインさんいる、マインさんいない、今日マインさんいないんだね、マインさんいないね。次は、いちじく、いちじく選手いる、いちじく選手いない、いない、ゆうちゃろう、はい、あ、じゃあ乱入お願いします。ゆうちゃろ選手ね、ゆうちゃろ、はい、ゴンブトいる、いない、次俺か、そうですね、じゃあ池上のロック、あきらみなみと続きます。次ゆうちゃろ選手が使う、はい、ジャッキーワンピー側、この赤い革ジャンタイプのジャッキーですね。でスカジャンタイプが、あれ何でしたっけ、みーちゃん、さあ危ない、待つ、肘、さあ打撃応酬、肘スラントに切り替える、下段もう一度、おうまい、軸移動で膝蹴り避けて、ゆうちゃろ一歩接種、さあダッシュアンバー、すかしてアッパー当てていく、下段からビートナック裏剣、サマーマルスナラナタジャンピック、ここは下段で返していって駒投げ、さあ距離を取る、みーちゃん体力リード、ここはシュンディステージでしたっけ、ロリングアウトがあるステージになってますね、水没注意ということで仮面だけ浮いてくる、そうですね、あーっとネックブリカー、投げが入る、ジャンピング大ダウンは入らない、いやーよく待った、よく待った、入らない、軸移動からかかと落とし、タイムゼロ、ここはゆうちゃろ日本選手リーチ、さあみーちゃん後がないぞ、さあ相模ダッシュうまく利用してるスペ、ダッシュあんまり潰していく、みーちゃん、さあ攻撃の機会を伺いたいが、スーランド肘、軸移動下段キック、パンチで潰していく、うまいみーちゃん、さあアンジュレーション的には下が有利とされているこのゲーム、おーエルボスピン避けた、みーちゃん、あーかかなくて、ワンパン返して、おーサイドキック、そして大内なんとか1本取り返す、下段ガードしてワンパン、もう一度下段キックからローからロー、スラント、あーエルボスピン大ダウン、さあみーちゃん体力がないぞ、膝蹴り、膝ワンパン、膝膝、大内、さあ同じぐらいだな、体力をボコブゴブゴブ、ワンパン、殿下の宝刀ワンパンがありますからね、下ピーがありますからね、あーコマ投げ、勝者ゆうちゃろ、お見事、というわけで池田の俺がじゃあ俺が乱入します、ちょっと取り直します、バック買いますよ、さあ1ピーガーに池田、あー2ピーガーか、2ピーガーに池田美濃ロックと、バーチャーファイター 3TV ランキングバトル、ただいま何位だ、あら、あ、国王さんこんにちは、ファイト1レディーゴー、ただいま何位だこれ、今、31位のところやってます、バーチャルファイター 3TV4 月第1回目ランキングバトル、毎月2回やってますよ、それで、1P 側がゆうちゃろ、2P 側が池田美濃君、そばと警戒して、おーっとローで締める池田美濃君、エスケープから膝刺さって、おっ、負けんろ、肘け、これは美味しい、 SSD じゃなかったバックドロップ、お好きだな、ソバットが好きだ、さあ、おっ、避けた、うまい、さあ池田美濃くんリーチ、 KK から、ミドル、そしてこの後ですね、アキラですよ、次アキラですよ、はい、さあバックドロップ決まって、そわっとすかったところに投げ、さあミドルダウン、さあ強いぞ、なんか強いな、あーダウン投げ、しゃがみ投げ決まって、池田美濃ロック勝利、ファイト1、レディー、ゴー、じゃあアキラです、次ミンミね、これ終わったらミンミ、
さあ、アキラ、アキラ、パイ。さあ、膝、ダウン、近寄って、ミドル、ダウン。お、なんか入んなかったけど。さあ、池田ミノク。おさあ、1本目。取ったのは池田ミノク。さあ、ビセ蹴りからの、ソバット。サマーで返す、アキラ。下段。追い打ちして、さあ BBBK まで入る。さあしっかり見えてる。おっ、バックドロップ、膝。さあどうだ。あっ、惜しい。さあ1-1。さあ利権水はちょっと浮かなかった、浮きが足んない。さあキャッチ投げ。このミドルの打ち合いで明らかかって BBBK、 そして今日は全部バックドロップ。大ダウンまだ残る。押し切ったな明。膝モンゴリアン、なぜか出る。さあさあ中断、シャカパン打っていく。おっ、BB 下け。おい、おお、ドロップキック、ドロップキック。サイズ切り、なんかよく分かんないことになってきた。ミドルからの投げ使って、中断。さあ BBB、 いやーこれは投げ通った、アキラ勝利。で、ミミです、ミナミです。いやー、アキラに勝てないね。やっぱ手数ですよね、これ。アキラに勝てない、ね、これ。ありがとうございました、じゃあ次、誰だっけ。次、ミナミですね。ミナミ選手の影、じゃあ、ツーピー側。いやー、わりかしガチですよ。わりかしガチです。これはちょっと、アキラじゃやばいですね。ちゃんとやんないとやばいということで。これは結構ションベンちびっちゃう系の相手なんで。そうですね、まあランク的には影が強いとされていますが、まあここはアキラなんとかこうガードして我慢して対価をもらいたいところ。さあ下段キック、おーマイ、 BB から投げ切り返していく。中段もう一度、あっと下シャカパン、惜しい。アキラ惜しかった。イポン選手、影、ツーピー側投げて、ここはギロチン。まあ、割とみなみ影とか呼ばれてた時代もありますけど、逃げつえ、板橋練馬を中心に、結構死体の山を築き上げた、高層を繰り広げた、みんみ影ということで、危ない。あー、違った。4ですね、4の時代に結構、まあそういう意味では、ね、引き出しが多いってことですよね、やり込んでるってことで。アキラ頑張ってほしい。アキラはね、ガロスペースですからね、普段はね。さあ中段動けて PK 返していく。いやー、ゲラキック強い。さあ右かけ、赤間さん、赤間さん今日いる、いない、いない、いないっぽい。ポチョムキン、ポチョムキン今日いない、いないね。ポチョムキンいない。ジョニキいる、ジョニキ。じゃあジョニキ影に乱入してください。ミカド勢の中では、バーチャーかなり適応能力が高い、まあ、やってたっていうことなんでね。ジョニキが今日選ぶのは青い選手、青いか、青い、あ、影じゃないんですね、影じゃないんですね。なんかジョニキ4とかで青い使ったみたいですけどね。さあここはまずは大外がいい、最近は5を使ってるらしいですけど、最近のシリーズだと。あー、なるほどね、さあじゃあミンミカゲ、ここはジョニキ大物を食っていきたいところですが、どうでしょうか。ワンパン、フェイント、中段返していく、下段で拾って、追い打ち。さあ読み合い、肘すかしたけど下段キック返して、転がって避ける、ワンパン入って、まずはミンミカゲ一本選手、肘、ここは水面蹴り、下段から崩していくジョニキ。ワンパン、影の動きがちょっとガチっぽいぞ、どうだ。ワンパン、あー、ごめんなく、あー、外した、よかったよかった、優しい影だ。
さあここは命切りでした。ジョニキなんとかここ逆転して勝利したいところ。投げていく、いいよ、起き上がり、フェイントからあーけたパチ、いやうまい、ジョニキ1-1、これちょっといいんじゃないですか。いい感じですね、いいですね、今のは良かったですよ。ミドル肘、あそこまで入る。逆転勝利を食らって、パワーアップする選手とちょっとメンタルやられちゃう選手いるんですが、はい、まあ、ミンミはどうか。ピケ中段ゲナゲリおよち、さあステップから近寄ってワンパン、矢をついて投げていく、およち耳かけゲナワンパン潰して、よーあーナイスガードガードナイスガードダメビビビビ、ミンミカゲ、ここはリーチ、ジョニキ惜しかった。さあここはローで入っていく、投げて起き上がり、フェイントからもう一度投げる、合気道をね、ジャンルとする青い選手、これはいいぞ。あーしゃがんでたとこにサイド投げられて、ギロチンが入る、あーすかして、あー超えた、今度はミスらないか、いやよかったよかった、優しい、あるぞ、ジョニキあるぞ、下段が2発、ミンミカゲ勝利を見事。ホナミアキラ、ホナミアキラ、ホナミアキラいらっしゃいます、いないですか、ホナミアキラいない、はい、長谷川さん、長谷川さん今日は見てないな、今日も見てないですね。ダビー、ダビー選手いる、ダビーいないな、エドちゃんもいない、パッツン、パッツンも見てねえな、パッツン見てないね、玉川に、玉川に選手いる、いない、エビ、エビ選手、エビいない、東京メガネいないよね、いないな、いないな、いないよね。じゃあ、シンゴじゃあお願いします。さあキングオブファイターズ98勢のシンゴ、しかしバーチャファイター 3TV でもいい実績を上げているということで、今日も期待したいところ、使うキャラクターはパイということで、で、次が、シンゴの次が雅子様、オドマンジェフリー、ヨネ、青梅、ケンシロウ、ココウゴと続きます。なるほどね、まあ、どういう意味ではシンゴは雅子様とか強豪たちのすぐ下にいるっていう意味では、ここはちょっと頑張ってほしいところ。さあ、ミンミカゲ攻略することができるか、いいよ、 DDT 投げていく、あの投げは威力が高いんですよね。下段パンチ潰して中段折り混ぜるか、ナイスガード投げ返し、ミンミカゲ一本接種、ファイトゥー、まあ、結局ジャッキャラって呼ばれてるやつらでもあれですからね、うん、単純に2択かければ、まあね、中段と下段の2択とか2択ですからね、結局はいつまで経っても2択からは離れられないゲームになってますからね、でそのプレッシャーに負けた方が負けだし、そうですね、それを押し付けた方が勝つと、そういうことですね。バーチャファイター3はそういう意味では誰でもできるゲームになってるんじゃないかと思うんですけどね、まあ、とにかく操作に慣れてほしいなっていうのはありますけどね、うん、さあ耳かけ、ね、リーチ、さあワンパン潰して、ここは下段の水面蹴り、こかしていく、軸移動読まれる、 PK、 ここナイスガード、下段でこかして、信号諦めていないか、あー肘ワンパン返す、おサイドキックからね、あーおーいいっすね、いいですね、あ空中コンボ、おーっとレッキャスが入らなくてじゃないのかよ、ワンパン、これがアンジュレーション、これがアンジュレーション、今バーチャ2だったら死んでましたね。スライディングガード、ここは回し蹴り返していく、危ない、投げてサイドキック、列脚で裏回り、中段届いてない、肘返していく、お耳かけあるぞ、投げてやれるのか、シンゴサイドキックでダブルリーチ、シンゴアット KOF98 でキングオブファイターズ98をやってればあるのか、あーこういう時にミスしちゃった、よかったよかった、危なかった、シンゴ命拾い、これねリングアウト持ってかれちゃうんでね、注意したいところ、投げ捨てる、首切り投げ、ダブルドラゴン3みたいな投げですね、あーギロチン忘れと98やってるわ、 3TV もできるんです、死後あー勝者ミンミカゲ、雅子様、じゃあ雅子様お願いします。 3TV、世界最強女子プレイヤー、雅子様ということで、割とミンミあれですね、公演楽の後の膝が出にくいっぽいですね、ああそうですね、まあちょっとコンパネとか環境の違いもあるのかもしれないですけどね。というわけで雅子様が使うのはパイということで、さっきと同じ組み合わせですね、ワンピガーは雅子様のパイ、おっと DK ゲダンからサイドキック、おーうまい回し蹴りカウンターでやっていく、
あれが中断ですもんね。そうなんですよね、バーチャワンばっかりってから冗談かと思った、中断なんですよ。いやよく動きますね、ワンに比べると。あれ逆サイドキック、おーうまい、まさまさま一歩選手、ビビビビビビに始まり、ビビに終わる。ギロチン受けて裏待て、下段ガード、サイドキック、よくガードした耳影。さあ置き蹴りからバックステップ、この先はムーミン谷があるんでね、落ちないように注意してところ。サイドキックからしゃがみガード、ピッピー返して、サルキック、もう一回ピッピー、様子見て投げる、列脚、あーあー当たらない、アンジュレーションとは、アンジュレーションとは、クーハダンが刺さる。いやー、雷竜ピーで潰しに行ったんですけどね、素晴らしい、しっかり反応していたんですが、まさまさまここは負けてしまいました。いちいち、ゲダパッチ、肘、サイドキック、切り替えて、肘肘、そしてギロチン繋いでいく、鬼のコンボが入って投げ、追い打ち、まだ生きてる、あーレキャク、あーダメ、下段で狩られてリーチ、耳かげ。まあそろそろもう魔界に近い動きにはなってますよね。さあ、まさこさまここ、あー声投げ、いざしくらない、もうしくらない、下段パンチ、ワンパン、サイドキック、よろけ出して、中段が待ってる、下段で拾われて、さあ、あ落ちる、危なかった、怒っちゃうって、あービンビンかけ勝利、お見事。オドバンジェフリーいないね、ヨネさん、ヨネさんいる、ヨネさんいないか、いない、青パイ、青パイいないいな いない、ね、あれケンシロウはいない、あ、すいません、じゃあ国王さん出番ですよ、国王さん、国王号、はい、じゃあ国王号、ワンピ側に乱入してください、よろしくお願いします。その後、結城マニラ、LJ、ザボーン、ドラゴンウルフ、北口ジャッキー、リカちゃん、宮内影、はい、そんな感じの順番になってます。はい、じゃあ国王号選手の影、はい、影、宇宙人パンツを履いた影が、国王号選手となってますね。さあ、そろそろ動きがえらいことになってきていると、コメント欄にも書いてありますけど、まさにその通り、まずは投げ捨てて、国王号一本選手、国王号サイドキック、肘、いや返していく、アンジュレーションがあるので非常にね、コンボが、安定しないというのがまた 3TV の良くも悪くも、魅力になっていると。さあ転がっておきで、肘肘肘肘で返して投げ捨てる、あー、こ肘、おー、ここリーチ、ここリーチ、ここリーチ、ステップ、まず後ろに下がって四隅、肘、中段、避けて、スウェー、読まれて声だけ、もうミスらない、素晴らしい、ご縁だからの連携、今まで見せてたように見せて、ハンデだったのか、実はハンデだったのかもしれませんね。さあどうだ、肘投げる、通った、追い打ち、わかんない、どうだ、下段が刺さる、耳かけ粘る、日下段パンチ、足払いかな、おっと生蹴りが入った、ハイキック一戦、ワンツー、 B で止めて、おったが一瞬よ、お見合いがあったか、肘、おーまい、細かい連続技、コンボを当てていく、下段ガード、肘から投げた、さあダブルリーチ、いやーなんか互角の戦いに見えますね、おーまい、ここで連携を見せていく、 PPPK ですよ、危ない、拾われて、ワンパン、肘、下段、ナイスガード、あー声だけ、死んだか、どうだ、行け、踏みつけ、あー残った、残った、残った、あー下段キック、勝者国王号、お見事。じゃあ、ユキマニラいます、ユキマニラ選手いらっしゃる、じゃあ、乱入お願いします。はい、その次が LJ、ザボンさんいる、ザボンさん、ザボン、LJ 選手はいたね、さっきね、じゃあ、ザボン選手、用意だけお願いします、LJ 選手、ザボン選手、ユキマニラ選手が使うのは、アキラ、じゃあ、この次 LJ さんですね、次 LJ さん、用意だけしといてください、はい、さあ、アキラが現れた、今日は初めて、アキラ、そうですね、赤間さんいないもんね、あ、いや、さっき、あ、さっきいたっけ、あ、ごめん、あ、そう、ニピオがアキラ使ってましたね、すいません。さあ、置き蹴りガードして、シンハー、シンハーでコマンド、なんか一生出せる気しないんですけどね、B、B で当てていく、日本選手は、ユキマニラ選手、サイドキック、肘、切り返して、リモン、避けて、ここは背負い投げ、大ダメージ与えていく、国王号選手、おー、あー浮いた、そして3段からの3段、マニラ強い、
リーチ今チョウチ、ここは角腕取っていく、すかしてゲナキック、スウェイも読んでサイドキック、あ投げ抜ける、しかし背負い投げ、通常キック、おっと危ない、お蹴り、あー肘、さあここを郷選手すぐさま1本取り返す、しかし2本取っているのは結城選手、お蹴りから下段、もう一度リモン、もう一発追い打ちまでワンセット、さあ、あーよかった、よかった、優しかった、リングアウトがあるんでね、注意したいところですね、ここ郷選手ちょっと躊躇しましたね、躊躇しましたね、はい、あー結城マニア、マリラのリモン長中刺さる、勝者結城マニアお見事、 LJ LJ 選手、じゃあワンピー側に乱入してください、ザモンドラゴンウルフ北口ジャッキーリカちゃん宮内かけと続きますが、ザモンさんいないよね、いないよね、じゃあワンピガは LJ 選手が使うのはジャッキー、じゃあ次北口ジャッキーです、北口ジャッキー準備をお願いします、さあシンハー、まずは難度の高いコマンド投げを見せていく、ユーキンマニラ選手、おっと大ダウン、 LJ 選手は火力の高い技をバリバリ当ててくるスタイルということで注意したいところ、下段キック、おいうち体力リードは LJ ジャッキー、おーっと投げた、おいち2発連、おっと飛び蹴り連艦隊、起き上がりから LJ ファイヤーは読まれてボディブロー、さあ2ラウンド目リモン、もう一度おいち、そろそろ LJ さん必殺技バレてきましたね、必殺技バレてきました、そろそろ攻略が進んじゃったか、新必殺技の開発、新必殺技の開発が急がれますねさあエルボスピンキックから大ダウン、まずは安定コードを取っていく LJ ジャッキー、サイドキック2発回し蹴り、フェイント気味にディレイで当てていく、ワンパン止めて下段、あー LJ ファイヤー強引に当てていく、いちいち途中で止めるのずるいですよねあー飛び蹴り読まれた、途中で当たったら当たったんで出し切りますから、出し切るしね、さあ LJ 選手の火力の高い攻撃がまずは刺さっていく、3ラウンド目、さあ結城選手すかして、ああうまい、天山下段キック、さあお見合い、あスラット呼ばれた、天山ゴー、結城選手リーチ、リボンから投げを狙うがピピ避けていく、エスケープ、おーっとスピンキック、さあ下段すかして、エルボスピン、これはそしておいち、これはワンパン、アッパースラントだった、ここでダブルリーチ、いい殴り合いを見せる両者、おーうまい、おうまい、よく当てたすげえ出しにくいのに、だんだん技出ねえよ、後右に当たってない、リモンからエルボスピンカーカン取っていく、 LJ LJ ダルグリード、あーサイドキック、起き上がり下段、さあ肘下段のガード、あー LJ ファイヤー、やった、死んでないピケリモン、ユーキバニラ勝利、LJ ファイヤー、LJ ファイヤー破れる、北口ジャッキー、じゃ北口ジャッキー乱入お願いします、ファイト1レディーゴー、そうですね、北口ジャッキー、リカちゃん宮内影と続きます、そこで終わりです、ここで今日は終わりですね、今日は魔界勢が魔界勢がちょっと今日某、某タイトルでちょっと忙しいということで、まあ、某って 5FS ですけど、まあ今日はムーミン谷最強じゃ、決まるということで注目くださいということで、ワンピー側北口ジャッキー 3TBO、でも正直宮内さんとかリカちゃんとか上上がっちゃってくれた方が気が楽ですけどね、まあ気が楽ですけどね、下にいる人間としては、あー惜しかったですね、惜しかったですね、確か終わったような気がする、あ、いけるか、あ、ダメっすね、今でしたね、今だった、今でしょう、まずかったですね、さあ、ゆきさんが3段入れて起き上がり、いやここは投げていく北口ジャッキー、しかし中段入って1-1、あと2分早ければ、あと2分でしたね、はい、さあサイドピックからコマ投げ、おいうち北口ジャッキー選手は、3TB、ね、ミカトジャッキーと言われていたジャッキー使いでございます、さあどうだ、およち、ここが結城選手下段、おーっと肘が先に刺さる、北口ジャッキーリーチ、バーチャー勢が、驚いたという、ミカトにいるジャッキーが強いぞと呼ばれていた北口ジャッキー、すっかり今は上位キャラになっていますね、ワンツー返して
肘肘ゆうきさん落ち着いてるか。ここはコマ投げ。さあサイドキック、ローキックに切り替えて北口ジャッキー勝利を見事。じゃあリカちゃんです。リカちゃん選手お願いします。さあ 3TB 勢のリカちゃん、 3TB を愛し 3TB のために生きる。リカちゃんが使うのはもちろんウルフ。さあまずはおお、ダッシュハンマーを早速投げ返していく。衆の家、衆の家と呼ばれるステージ、もちろん下側が有利ではございますが、あのオッティングアウトするっていう、ね、リスクもありますということで。さあ今日はブレンバスターが2月決まって、リカちゃんまず1本選手。肘からコマ投げ、読まれていた肘ワンパン刻んでショートレンジタックル、膝追い打ち、三段しっかり決めていく。最大ダメージ取っていくのはリカちゃん。しかしダッシュハンマーからダウン追い打ち、エロバスピン追い打ち、起き上がり、おめでダッシュハンマーすかして、あー下段スライサー切り返していく、あー投げ読み勝っていくが、マッケンロー浴びせ蹴り避ける、ニジ下段ガード、下番に始まり下番に終わる、ニジジダッシュハンマーが先に当たる、カウンターヒット、いいですね。おっと蹴りのフェイント、エルボスピンで強引に押し切っていく、リングスライス、あーサイドスープレックスぶっこ抜いた、ワンパン返して、あーダッシュハンマー、いやー素晴らしい性能、素晴らしいダッシュハンマー、まあワンに比べればだいぶ弱かった、弱くなりましたけど、ね、でもメーカー保証は切れてない、メーカー保証はあんまり切れてないですね、はいはい、2も3もいつまで経っても使いやすい技、あーこれまずい、先頭先に落ちた、いやこれ死ぬでしょ、ダブルリーチ、リカちゃんウルフも負けていないということで、投げ抜けて、おお死んだか、これ北口ジャッキー死んだ、勝者リカちゃんお見事、宮内かげー、じゃ宮内さん、宮内さんあのワンピー側に乱入お願いします。素晴らしい逆転劇、リカちゃんウルフのジャイス衆の家で決まると。さあ、ワンピー側、宮内選手の影、おー、影をね、どう投げキャラで攻略していくかっていうところでもね、リカあの投げキャラファンはリカちゃんの動きに注目してほしいところなんですけど。さあ、バックステップからワンパン、肘切り替えていく、打撃戦、負けていないぞ、下段キック、あーっと中段刺さって、下段追い打ち、影、肘、フェイント、読まれて、背負い投げ、起き上がり、ナイスガード転がって逃げる、ハイキックが当たって追い打ち、あーボディスラム、リカちゃん一歩選手、さあしゃがみダッシュで懐に入っていくのはリカちゃんグルフ、影、しかし言うても宮内さんもものすごい強い影ですからね。おーまい3段決まる、体力半分減らしたぞ、ワンパン下段、下段パーチからリカちゃん我慢する、スウェー読まれた、サイドキック、いや打ち影、転がって一回様子を見ていくか、いやダッシュで近寄ってくる、下段キック、お互いスウェーからスライディング、肘が刺さる、1-1、さあ近寄ってぶっこ抜いて、ダブルアームスプレックス、しゃがみ投げ、読まれていたか、宮内影、下段キック、下パンショートレンジタックル、ガードした、スウェーで切り返して、 SSE エルボー、起き上がりミドルキック、一戦リガちゃんリーチ、しゃがみ、肘が刺さる、さあアンジュレーション的には宮内さんが有利な状況、投げていく、体力5割減らしていく、転がって様子見、さあリカちゃんどうする、あーマッケンロー読まれた、前取ってお宮から下段キック、あーしゃがみ投げ、いや当たってた、ローキック下段パチ、ダブルリーチ、肘、お互い肘を交換する、マッケンロー当ててこかして、起き上がり下段キック一戦、いい試合を見せる両者、ひじ、サイドキック、ワンパンを受けた、あーっと、中見せたか、危なかった、下段パチ、読んで、ショートレンジ、ひじ、追い打ち、ならんだ、ならだ、ジャンプキック、下段、ダッシュの攻防が素晴らしい、あー、下段、2発、追い打ちはなくて、PK、マッケンロー、追い打ち合いない、ドロップキック、リカちゃん、ウルフ強い、お見事。
した。じゃあこれで今日は終わりですかね。終わりですね。というわけで本日のムーミンダニトップはリカちゃんウルフです。みんな拍手。ありがとうございました。今日あのマカイゼルがちょっとあの某、某格闘ゲームで忙しいということで、また次回以降にじゃあ参戦、期待したいかなと思いますけど。リカちゃんなんか告知します？告知。リカちゃん。じゃあ12日に、はい、初心者中級者大会をやるのでぜひ参加してください。はい、まあ、今回はあのジャンケンクラスの人たちと、世界大会を出てる人以外で、やりたいと思います。わ、かりました、はい。了解です。じゃあ11日の、日曜日、12かごめんなさい、12日の日曜日。16時エントリー開始、バーチャファイター 3TV、初中級者大会ムーミン杯ですね、もしこの 3TV ね始めていい人、いらっしゃいましたらよかったらぜひ多数のご参加お待ちしておりますということで、 あとあれです、ね、TV のガチ勢がいて、質問とかこういうのどうしたらいいのとかっていうのは、ぜひ聞いていただければ、はい、じゃあ当日あの、ガチ勢の人、まあ、何人か揃ってもらってるということなんで、まあ、なんかちょっとした講習的なことをやってみたいと思うんでよかったら質問あれば、はい、そうですね、どしどしリカちゃんに言ってくださいということで、はい、じゃあリカちゃん今日は、ムーミントップ素晴らしい宮内さんとの試合ありがとうございました、はい、どうも、じゃあ優勝おめでとうございます。いやー素晴らしいドロップキックでしたね。いいヘリしてたね。ああなるほど、時間も考えて、ああなるほど、時間も考えて、あれ中断なんですよ、ドロップキックね。あれだいぶいいフィニッシュムーブです。フィニッシュムーブですよ、俺もさっきさ、ぶっ放したら当たってさ、あったからですね。まあそんなわけで帝は、3TV 元気に、主に火曜金曜かな、3台稼働しております。なぜか火曜なんですよね、そして今はバーチャファイター2とバーチャファイター1も稼働しております、はい、バーチャ1からバーチャ 3TV まで、対戦が盛り上がっているという謎の状況が、2015年帝で繰り広げられておりますので、昔撮った記念、そのうち4、5も行きたいですか。4、5も行きたいですけどね、ちょっと今、まあ、ちょっと今準備している状況ということで ですね、まあ昔撮った絆塚でも結構ですし、またこれから始めたいというのも結構ですし、よかったらバーチャファイター、大人のたしなみとして、帝にぜひぜひ遊びに来てください。今やると1とか超面白いですよ、コンピューター2面で殺されますからね、余裕で余裕で殺されるんで、よかったらぜひ、楽しんでください、よろしくお願いします。ちなみにですね、先ほどは初中級者大会の告知がありましたが、はい、4月の5日日曜日、やはり16時エントリー、あさってですね、はい、16時エントリー、バーチャファイター1とバーチャファイター2、2.1、はい、2.1 の大会を、2本行いたいと思います。スペシャルマッチとしてね、1台しかないのでちょっと長期戦が予想されますので、そうですね、あの2は明日1台増えます。はい、そうでした。1は1台しかないのでちょっと1長期戦を予想されるんでね、もしかしたら本数設定が2本になるかもしれませんが、よかったら1、2、あ、まあ2というか 2.1、 バーチャン1は増やせない、ね、増やせないんでね、ちょっと増やすの大変なんで基盤はあるんですけどね、まあ1、2、遊びに来たい方はよろしければ5日16時までに帝にぜひ遊びに来てください。2015年にバーチャン2を増やすとは、はい、まあ野試合なんかもね、大会出なくても楽しめるかと思うんで、よろしければぜひ遊びに来てください。まあ配信の方もするんで来れない方はぜひ注目ということでよろしくお願いします。というわけでございまして、4月1発目バーチャファイター 3TV ランキングバトル以上終了、ありがとうございました。じゃあよかったら野試合遊んで帰ってください。3、2、1